5種類のビオナーデビオナーデは、ドイツで開発された、有機発酵させた炭酸飲料であり、ビオナーデ社の登録商標である。開発者であるディーター・ライポルドが所有する、バイエルン州オストハイムのペータービール醸造所で製造されている。味はレモネードに似るが、爆芽を発酵して製造する方法はビールに似ている。バイオブーム、オーガニックブームという風潮も、 追い風となり、1995年に開発されて、以来ドイツで人気のソフトドリンクとなった。発酵の後、ろ過、炭酸添加、天然香料の添加、カルシウムやマグネシウムを強化してある。ディーター・ライポルトは、ドリンクの開発、技術改良に8年と150万ユーロ近くを、費やした。0.33と0.5リットル瓶のに規格があり、種類は、エルダーベリー、 第一、ハーブ、オレンジとフォルテの5種類がある。2006年には7300万本売れており、すでにオーストリア、スイス、スカンジナビア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイルランドで販売されている。2007年8月には、ファーストフードチェーンのマクドナルドとの販売契約を結んでおり、さらなる世界規模の販売も予想される。 日本では輸入販売業を行う小山株式会社が日本販売代理店として登録されている。有機ジャス認定商品。ありがとうございます。